ドリッキの左足、俺らの想像の何倍も化け物だった模様。試合終了間際のカウンター。5対2の状況で選んだのは、衝撃の左足ミドル。エンドリック、それはあかん、エグすぎる。これ決めるとか主人公すぎるぜ。ゴールキーパーからしたら左ビに右にエンバペがいたら、まさかエンドリック本人があのパンチ力で打ってくると思わんよね。全部持っていった、しびれました。エンドリックの両翼無視シュート、エグすぎる。あのシーン、あれだけ周りにフリーの味方がいる中で思いっきり振り抜けるだけの自信とエゴがモンスター。エンドリッキー、意味わからんタイミングで打つな、外したら外で待ってた奴にかなり言われるパターン。周りに人いるのにあそこ振り抜くエンドリッキー君にものすごいエゴを感じた。まさにブルーロックみたいなゴラッソだった。今後が楽しみ。エンドリッキーのメンタル理解できない。エムバペよりビニシウスよりエンドリッキーの方が圧倒的にワクワクするんだが、エンドリッキーがこのままの調子で結果残すならエンバペのベンチ降格すら可能性を感じる。これ早けりゃ今季のうちにロドリゴビにエンバペ誰かスタメン奪われてもおかしくないやろ。先輩たちはエンドリッキーを見習ってゴール前でコネコネするのやめてください。18歳でこの陸人さは正真正銘バケモンですわ。